りの盾術師範米山祐希です。よろしくお願いします。今日の盾講座は刀の振り方の止めの重要性とその具体的な練習の方法についてお話ししていきたいと思います。刀の止め、ものすごくものすごくものすごく大事です。なぜか、刀が止まらずに震えたりとか、あとは跳ね返っちゃったりすること、これはなるべくやらないようにしましょう。癖になったらなかなか治らないです。前回も説明したんですけども、自分が真っ向を切りに行って相手がそれを受け止めるという手があった時には、実際には相手の刀で受け止められるのではなくて、自分で刀をコントロールして止めに行くんだっていうのを説明しました。それが刀の止めが甘いとどうなるかというのを実験してみたいと思います。相手の刀の前で刀を止めて受け止められた時にグッと押し込む、これが正しい形だとします。止めが甘くて跳ね返ってしまうと、刀がこれだけ浮いてしまうので、押し込む時にもう一度刀を振り下ろさなくてはいけなくて、最初の末方と次の振り下ろしが、ごっちゃになっちゃうんですね。そうすると見た目はすごく良くないです。ポンポンといくことになってしまうので、なのでしっかり刀を止めて押し込む、そのために刀の止めが重要になってきます。末方を切りに行って相手がその刀を跳ね上げるという手があります。まずは映像をご覧ください。真っ向打ちに行ってしっかり刀が止まってるからこそ、相手はこの刀を狙って跳ね上げることができるんです。しかし刀の止めが甘いと刀がどこにあるのか分からず、相手はしっかりと跳ね上げることができないんです。また自分も跳ね上げられた瞬間にリアクションを取るんですが、刀がしっかり止まってるからこそ相手に跳ね上げられた瞬間にタイミングよくリアクションを取れるんです。これが甘いとすごくリアクションも取りづらい。自分のためにも相手のためにも、まずはしっかりと刀を止めましょう。また刀の止めがあるからこそ、そのシーンの見やすさ、美しさが決まるんです。まずは映像をご覧ください。この時に切っている人はしっかり止まり、やられた人だけが動く、この静と動のコントラストが非常に大事なんです。人の目は動いているものを見る性質があるんです。この場合は切られた側のリアクションの動きを見せたいので、切った側は止まってあげた方がいいんです。自分の体と刀両方ともです。刀が止まらずに動いたらそこに目が行ってしまうんです。なるべく余計な情報はカットして、見せたい部分だけをフューチャーしてあげるためにも止めは大事になるんです。また連続手があった時にも、この刀の止めは非常に大事になってきます。映像をご覧ください。この映像では袈裟を切りに行って止められる、袈裟を切りに行って止められる、袈裟を切っていって止められるという流れになっているんですけども、これは相手の肩口で一回一回しっかり止まっているんです。この刀の止めも甘いと何をやってるのか非常に分かりづらくなってしまいます。このように刀の止めというのは非常に大事なんです。最初のうちはなかなか止まらないと思うのですが、焦らなくていいのでゆっくりと練習してしっかり止まるようにしましょう。それでは具体的な練習の方法に移っていきたいと思います。それでは練習していきたいと思います。何でもいいです、用意してください。僕は三脚の上にメガネをつけてるんですけども、これ何でもいいです。刀をセットしたら振りかぶって止める、振りかぶって止める、当たらないようにします。当たらないようにまず10回いきます。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、できましたね。これがステップ1です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、最初はですね、そんなに早く振る必要はないので、まずはしっかり止まるようにしましょう。肩に力を入れずに楽に構えて、しっかりと止める。これだけでいいので、まずは跳ね返らないように練習してみましょう。ステップ2では移動しながら打ち込む練習をしていきたいと思います。少し離れた距離から振りかぶって止めるというのをやっていきたいと思います。この時に大事なのは、先ほどと違って前に力が加わるため、しっかりと下半身に力を入れて止めるっていうのが大事になってきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ステップ3は毛さぎりです。先ほどの動画にもあったように、毛さぎりを打ってきて相手に止められるというのをやります。相手の肩口を狙って斜めに振り下ろして途中で止める、斜めに振り下ろして途中で止める、これをやっていきたいと思います。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、できるようになったらこれも動きながら練習してみましょう。ステップ4は突きです。突きで大事なのは、もちろん止めることなんですけども、しっかりと切っ先を相手に向けてまっすぐ伸ばすのが大事になってきます。これが途中がピュッて刀が来ると怖いですよね。刀の刃が違う方向を向いてていきなり出てきてしまうと怖いので、引いた時にしっかりと突こうとしているところを狙ってついてしっかり止める、これが大事になってきます。で、今まっすぐこのメガネケースに向かって打ってきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではですね、この間を狙って最後10本ついていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、当たりました、すいません。8、9、10。突きを止めるのはすごく難しいので、ポイントとしては最後に肘をギュッと内側に絞るようにすると多少止まります。肘を、雑巾を絞るようにして使ってあげると多少止まるんですけど、突きは非常に難しいので十分練習してみてください。今日はですね、刀の振り方の止めの重要性と
その具体的な練習方法についてお話ししてきました。刀の止め、本当に大事です。最初は分からないんです、重要性が。でもやっていけばやっていくほど、あああの時刀の止めしっかり練習しとけばよかったなと思う時が来ると思うので、今のうちにマスターしましょう。早くね、いろんな技やりたいとか、もっと早く動きたい、力強く振りたいとかあると思うんですけども、まずは焦らないでいいので、正しいフォームでできるようになった方が後々早く上手くなるようになると思います。100回200回素振りする必要はないので、10回でいいので、しっかりとした形でできるようになれるといいと思います。はい、それでは米山流立術師範、米山由紀でした。ありがとうございます。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします。でこれ多少空間が空いてても構わないので、このまま相手に止められているのをイメージして、違うな、もう一度、実際には跳ねてもう一回攻めに行ってしまうことになるので、これだと、おかしいですよね。正しい形は真っ向を止められて、そのままグッと押し込む。一方、しっかり刀がしっかり止まれば、相手の刀の前で勝てた。次に真っ向打ちに行って、次に真っ向切りに行って、相手がその刀を、違うね、あと真っ向切りに行って、途中で真っ向切りに行って真っ向切りに行って途中で相手にすり上げられるという手があったとします。まずは次に自分が真っ向切りに行って、相手がその刀を跳ね上げるという手があったとします。次に真っ向切りに行って、相手がそれを跳ね上げる、真っ向切りに行って途中でその刀を跳ね上げられるというリアクション、また真っ向切りに行ってその刀を跳ね上げるという手があったとします。その時にもすごく真っ向切りに行ってその刀を跳ね上げる、ダメだ、NG。 真っ向切りに行ってその刀を跳ね上げるという時にもこの止めがすごく重要になってきます。まずは映像が、真っ向切りに行ってその刀を跳ね上げるという手があったとします。その時真っ向切りに行ってその刀を跳ね上げるという流れの時にも、この真っ向切りに行ってその刀を跳ね上げるという時にも、この止め、真っ向切りに行ってその刀を相手が跳ね上げるという時にも、真っ向切りに行ってしっかり刀が止まれたら、相手は刀を跳ね上げられることを跳ね上げる、
OK。 真っ向切りに行ってしっかり刀が止まるから相手はそれをそこを真っ向切りに行ってしっかりと刀が止まるから相手はあここに刀があるんだと思って跳ね上げることができるんです。しかし刀が止まってなければ相手はあどこに刀があるんだと分からず跳ね上げることができず当たらないことがあるんです。いやー説明下手だな。それに自分も真っ向を打ちに行って、自分も跳ね上げられた瞬間にリアクションを取るんですけどこれは刀がしっかり止まってるからこそリアクションが取れるんです。で最初はですねどうしてもとにかく連続でたくさんやろうと思っちゃう、あ、大事な話してみましょうか。